いやー、久々の景色だよ。来たよ、恨みっこつぐのひーたん2第4話ですよ。あ、第4話の方がいいか、これは第4話、完結編ですよ。第5話ないからな、これの第4話が最後だからな。さすがつぐのひ、第4話っていう4を最後に持ってきとるからなよっしゃ、今回でね、とうとうわかるんだよ、しきこさんの謎がな。そういうお膳立てをした第3話、最終話だったもんな、あれ。この回で絶対にさ、全部の謎が解けんかったらさ、俺モヤモヤしてた気持ちで実況終わることになるからな。どうにかこの話で全部ちゃんと解明してほしいな。始めるぞ。今回主人公誰になるんだろう。引き続きみずほちゃんかな。みずほちゃん生き残っとって、西野が熱のまままだ会ってないよな、合流できてないよな。大丈夫か西野。誰かの声が聞こえる。これみずほちゃんか、前回のパートの続きかだったかな。前回のパートこんな感じで終わったっけ前回のパートの収録1ヶ月半ぐらい前やもんな最近全然収録してなかったもんだからな。恨みっこ、互いを恨み合うことで力を得る怨霊。昭和44年に殺された少女村岡しきこは恨みっ子となった。どうして彼女は自ら恨みっ子になったのか。そして闇の木造空車に秘められた謎、もとの学校にも存在しないはずの4年生の校舎、もともと大学だったのか、4年生でこの先一体何があるのか。私は全ての謎の核心に積もろうとしていた。だから報道番組みたいな言葉やな。核心に迫ろうとしていたって報道番組か。第4話、小林みずほ。あ、今回もみずほちゃんが主人公なんじゃ。もう完全な次の日全体の主人公キャラみたいになってしまったんじゃ。もうちゃんとしたもうメインヒロインなんじゃ。正統派メインヒロインになってしまったんじゃ、みずほちゃんが。そうか。え、おわ、しょっぱなから4年1組から始まるんじゃ、これ。4年生で何が起こったかっていう話よな。おっと、いきなり重要アイテムが出てくるのか。ん、現代へ帰れるという1年し組へたどり着いたが、怨霊となった村岡が消えかかりでここまで戻ってきてしまった。あいつは恨まれることなんか望んでいないはずだ。一緒に帰れないだろうか。本当、平田隆君めちゃいいやつやんけ。要するにこんないいやつをしきこさんは裏切ってたことになるぞ。平田さんが持ち帰ってきたのって4年生の校舎だったのね。ということは村岡しきこはこの先にいる。そういうことになる。4年生だったんじゃ、留年した4年生だったんじゃあれ、こっちでいいん。あ、こっちか、こっちか。で、こっちに行って、これは2組か。2組だ、来た、やっぱ2組が来ました別に1組でも3組でもいいけどさ、2組が来ましたおい、なんなん、しきこ5みたいな、しきこさんの仲間みたいな、しきこ5みたいなのがおるぞ。なんなんこいつら。あ、真ん中安藤くんやし、周りのやつも見たことあるし、気持ち悪いしこんなんドンキホーテでこんなん売っとってみ、ちょっと呪われてそうで怖いよこれが10円でも買わんから、これこれって今まで死んだ人たちなんだったんや、めっちゃ気になるやん。こんなもんお買い取ったら W の字に置きやがってさ次の教室で進んでくださいってちょっと無情な言葉やな。これの説明何だったん、なんで置かれてたのか気になって気になって仕方がないでござるや。階段だ、2組までしかなかったんじゃあ、声がちょっとでかなってことない。近づいてきよるぞ。あっと、青いところ、これ前回のパートでも見たよね。公共室から聞こえる。引き戸が開かない。多分村岡さんはここにいる。でも村岡さんがここを開けてくれるとは思えない。
この引き戸を破る方法を探そう。とうとう破ろうと考え始めたよ、みずほちゃんも。開ける方法だってな、何もアイテムなかったもんな。なかったわ。けどこれまでの道になんかあった。なんでついてきてんの、なんでついてきてんのよお前。お前さぞ当たり前のかのように浮いてるんじゃないよ。に人形、一人ぼっちの四季子、友達がいない孤独な女の子、要するに居場所のない女の子。何しに来たんや。これ言いに来たんか。しきこさんの情報をちょっと知ったくらいや。あ、しきこさん友達おらんタイプの女の子だったんだ。あ、それ言い暮らしに来たんか。性格悪この人形。一人ぼっちのしきこ、あの人形は何を言ってるの。多分意地悪な友達だった。友達じゃないわ、意地悪なクラスメイトだったんだ。だいたいクラスに3人ぐらいまとまってさ、女の子をいじめるような、そういう漫画たびたびあるよね。それだけのために人形あったんか、もしかして。ん、冷たい、な、なに。あ、水浸しになっとる。え、床に青い水が、例のあの志向さんのパワーを上げとるやつ。どうなってるの。まさかプール誰かが結界壊してさ、そっから水が漏れてきたとか、そういう話だ。この校舎に何が起こっているの。いきなりビッグなイベント起きたんですけど。お、回想シーンかこれ。え、どこの風景これ。スマホだ。みっちゃん、第1子はミクラサチ。いきなりキャラクター変わった。あ、サッチャ、本物のサッチャの方に変わっちゃったよ。展開早いな。や、第1子は展開早いな。サッチャン、私はこれから村岡さんを探すよ。西野さんがどこかへ行っちゃったの。危ないよみっちゃん。大丈夫だよさっちゃん。それさっちゃん、こからどう帰ったのか教え。みっちゃん、一年仕組からだよ。はしだしだ入れ替わったクラスになって、はぁ、はぁ、はぁ、そこから帰れるよ。消えちゃった、はぁ。みっちゃん、はぁ、あの校舎、電話が使えなかったはずなのに、どうして電話が繋がったんだろう。わーお。え、お守りが呪われてるやん。お守り呪われてるやん。お守りが呪われてるやん。あかんだろ、目玉みたいなのついてるぞ。この青い水はこの学校の、あの学校のわずか低さの呪いはまだ終わってないの。封印されてるやん。お守りに封印されてるやん。みっちゃんが言ってた、村岡さんが怨霊恨みっこだって。橋は学校から逃げれば全部終わりだと思ってた。だけど今みっちゃんは危険な目に遭ってる。全然終わってなんかなかったんだ。呪いを潰さなあかんのやなこれ。私本当は全部知ってた。西野さんたちがいなくなった理由、木島さんが死んだことも、なのに私が黙ってたから。
みっちゃんが引きずり込まれちゃったんだ。そんな思い詰めんでもいいよ。まさかあの村岡さんが怨霊だったなんて。私って本当にバカだ。騙されただけやもん。それ騙されただけやもん。詐欺師に引っかかっただけやもん。バカ言われてもそれバカやけど、簡単にそんな人に騙されるってバカやけど、しょうがない、しょうがないぞ。それが優しさやぞ。優しさ。お母さん心配かけてごめんね。私行かなくちゃ。お、学校に来る。あ、早い。足早い。え、あ、は、足早ないこれ。やけに足早ないから。ちょっと早ない、早ないこれ。ペース早い、ペース早いぞこれ。これ前のギャグではこんなに速くなかったぞ。しかも走っとる感じじゃないけんな。歩きとる感じのちょっと上下運動やけんなこれ。早歩き早いな。競歩の選手になれるぞ。将来有望な競歩の選手に。ああで、定番のやつ、みずほちゃんの時にないかなと思ったらここで出てくるんじゃん。この針が動いて校舎が見えてるやつね。で、ここでさ、重要な、おって3人できた。この前 の主人公系、主人公級の女の子3人できた。そして音量もオールスターで、オールスター感謝祭始まった。ここへ来てオールスター感謝祭が始まりました。そして四季子さんだ。もう最後やけんな、これが最後やけんな。最後の話になるけん、もうみんなさ、オールスターで出てきたから。で、恨みっこ次の日が2度第4話です。最後だよ。第10話さあどうなる。おで、学校に来たわけじゃ。学校に着いた。ちゃんとした声にしとる。ちゃんとした声にしますからね。ちょっと主人公やけんな。もうこれは多分さ、これまでできた女の子3人全主人公っていう感じで考えていいからな。声もちゃんとした声にするから。ひいこさんを探そう。行く方法を探す。あ、俺は知っとるよ。黒いやつに触ればいいのさ。でもみっくろさん、誰今の声って。まさか俺、ちょっと予想できるぞ、声の声の主。ブサイクのあの人ではないか。あ、シコさんだった。俺先生かと思ったんやけど、あのブサイクの先生かと思ったんやけど、違うんだね。シコさんだったんじゃ。いきなりシコさん出てくるか、こっち。まだ巻き込まれて、どう、出た。出た、久しぶり。久しぶりだね。元気してた。あ、あれ眼球の抱え方違うぞ、これ前と。え、そんな黒目だったっけ。違うよね。え、イメチェンした。カラコン入れてイメチェンした。村岡さん来たよ。どうしてここにいるの。そうや、何現実世界に来とんなって話になる。ミクラさん大変よ。あなたの親友小林瑞穂さんがシコさんによって闇の木造会社に引きずり込まれてしまいました。それをお知らせしたくてあなたを呼びに来たんです。知らせたくてだけでさ、そこまでできるかって本当は思うけどね。俺は知ってるよ村岡さん。三倉さん、千恵子さんのことをみんなに伝えてくれなかったんですか。ごめんなさい。でも千恵子さんのことを伝えたら力が強くなっちゃうんでしょ。三倉さん、誰がそんなことを。平田さんだよ。そうそう、平田さんの名前を出してさ、しひこさんをちょっとひこさんの墓穴を掘らせるっていう、そういう心理戦を始めてるねこれは。ちょっと墓穴を掘らせに来てるねこれ。なんでしひこさんそんなことを 言うのみたいな感じの言葉を引き出そうとしてるねこれ。平田、ちょっと平田の3文字だけでめちゃくちゃ口動いてるね。シコさん。余
計なことを。おっと、本性が出始めてきてるぞ。これまで見せなかった本性が出てきて始めてるぞ。え、ミクロさん、どうしますか。小林瑞穂さんを助けに行きますか。これ、ここもなくじゃ早くこっちに来いよボケみたいな感じで思ったんだろうな、頭の中。も、もちのろん。だって親友なんだよ。うわっ、そうでしたね、やばい。このしきこさん、今回のしきこさん、めちゃくちゃ悪どい部分見え見えだ。これまでのしきこさん、こんなんじゃなかったぞ。もう露骨に現れとんやけど、もう偽物で、もうこうやって裏切ってきそうって分かって。この前私に話してくれましたよね、小林瑞穂さんは大切な親友だって。くだらない。なんか表情豊かな今回、ニヤってしたりさ、こういう真顔に戻ったり、あとさ、喋っと言葉の数よりもさ、口の動きの数がすごい多いんやけど、なんでなん。3年 B 組の前の青いシミに触ってください。闇の木造校舎への道が開きます。シコさんに話しかけなくてもいいの。はい、青いシミはシコさんの力がこの世ににじみ出てきたものです。あなたが溢れれば闇の木造校舎への道が開けるでしょう。わかった、村岡さん。よっしゃあ、触るぞ。ジャケット、今回のジャケットこれだからな。シミどれやったっけ。あ、これ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 ちゃった。紛らわしいんだよボケ。紛らわしいんだよ。どうやったっけ、もっと奥か。シミこれ違う、紛らわしい、めっちゃ紛、あった、隣だった。隣のしっこさんや、こんな隣のしっこさんやろこんな。青いシミ、これに触れればいいのね。さあ行ってしまった、敵の罠だと分かりながら行ってしまった。村岡さん、ずっとこっちを見てる。私が闇の木造校舎まで行くのを確認するつもりなのね。さーて、罠だと知りながらも突っ込む。え？そして予定通り来ました、壁が伸びました。これってあの時と同じだ。村岡志子、あの子は本当に。なるほどな、もう支配しとるんだな、この学校を支配しとる人間なんやなって思う確信が出始めてきてるんだよな。よっしゃー、おっと来た、闇の木造校舎、また戻ってくることになるなんて。みっちゃん、どうか生きてて。そして入るぞ。三倉さん、あなたが戻ってくるのは分かってた。だって小林瑞穂はあなたにとって親友だもんね。一人ぼっちの三倉さん。何？え？おお、何もなかった。何かあるかなって、すごいこと言い出すんじゃないかなって、しこさんがすごいこと言い出すんじゃないかなって、ちょっと身構えとったけど、何もなかったわ。死の道、この向こうに闇の木造校舎があるのね。産地でかいな。相変わらずなんか一人分の産地80になってでかいな。何があったん、この間に。最初のチン、最初のさっちゃん40しかなかったはずなのに、これで40分なんか成長するよ、いつの間に。あとセーブがしたいな、セーブがしたいな。あ、でも時間的にこれぐらいで終わろうかなというわけで、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。さーて、しきこさんの化けの皮が剥がれたところがちょっと見ものだぞ、みんな。しきこさんめっちゃ性格悪い、目つき悪い、口悪い、あと口数と口の動く量合ってない。
これは確かに友情って言葉を使ってたぶらかそうとするタイプの人間の顔やわ。そういうタイプの人間、リアルで会ったことないけど、多分こんな顔やわ。